海津市図書館は、岐阜県海津市にある、海津市立の総合図書館である。海津市海津図書館を、中央館とし、分館として、海津市平田図書館と海津市南納図書館を置く。海津市海津図書館は、岐阜県海津市海津町高須にある、公立図書館。蔵書数は、約88,000冊。1976年4月、海津町立図書館として設置。合併により、旧海津町が発足した後、町庁舎として1956年に建築された木造瓦葺き2階建ての建物を1974年に新庁舎が建設された後に図書館として改装したものであった。2階には文学同人誌を収集する全国的に珍しい施設日本現代史非文学館を設けていた。建物の老朽化に伴い現地での建て替えが行われた。現在の図書館は1996年11月、開館した半円形の建物で、蔵書の郷土資料にはこの地域独特の話術に関するものが多数ある。2005年に海津町が南納町、平田町と合併、海津市として市制施行したのに伴い、海津市図書館の中央館として現在の名称になった。文学同人誌を収集する施設として、海津町立図書館と同時に設立された。現在は図書館の一角の施設である。海津町出身の作家、長谷川隆の尽力と文芸評論家、小松新六の蔵書15,000冊の寄贈を基礎となり2008年、現在の蔵書冊数は約35,000冊を超え、全国的文学同人や文芸春秋からの寄贈により増加を続けている。海津市海津図書館玄関横のブックポスト貸し出しには図書カードが必要なため図書館カード交付申請書に必要事項を記入してカウンターに提出し受け取り分館として海津市平田図書館と海津市南納図書館を設置する。海津市平田図書館は岐阜県海津市平田町仏師川にある海津市図書館の分館である。蔵書数は約77,000冊。平田図書館の施設内容、編集海津市南納図書館は、岐阜県海津市南納町、駒の屋上入会地にある、海津市図書館の分館である。蔵書数は、約19,000冊。南納図書館の施設内容、編集海津市図書館では、読書通帳を導入し、海津図書館と平田図書館に1台ずつ、読書通帳機を設置している。読書通帳とは、銀行の預金通帳のように、図書館で借りた本などの情報を記録する通帳型の冊子であり、日本全国で6番目、東海3県では初めて2014年3月末に導入した。読書通帳機には、内田博之の IT 図書館、システム、ULiUS を採用し、地元の大垣共立銀行が協賛する。貸し出し処理を行った後、読書通帳機に通帳を差し込み、画面操作を行うと、貸出日や署名のほか、預金通帳のように借りた本の金額が通帳に印字される。大垣共立銀行協賛のため、読書通帳は実際の預金通帳と同じ大きさで印字も同じである。読書通帳に記録することによる読書欲の喚起と読書記録の管理に役立つとされ、実際に2014年12月23日に、岐阜放送の小玉かなレポーターが取材したところ、前者は特に子供たちに、後者は高齢者に効果が現れた。ありがとうございます。